で最終日9レースを走られます埼玉の吉田春樹選手です。よろしくお願いします。お願いします。デビューから1年経ちますけども、はい、振り返っていかがでしょうか。はい、デビュー戦ちょっと決勝にも行けず失敗してしまったんですけど、その後は何回か自分が思っている優勝できたんですけど、最後の最後の四日市で失敗してしまったので、ちょっとまた A 級に向けて気持ち切り替えて今回頑張れたらなと思います。前線の四日市はその準決勝ですね、やっぱりちょっと失敗したレースになるっていう感じですね、はいはい、で大脇では特賞があったと思いますけども、はい、そこはどうでしょうか。そうですね、そこも積極性に欠けて四日市と同じく負けてしまったので、やっぱりいつも負ける時のパターンは大体自分の中で偏ってるなって感じなので、まあ、また繰り返さないようにしっかり走りたいです。まあ、特別昇級はできなかったですけど、まあ、次は来月からの A 級2班ということで、はい、まあ、そこに向けて今また取り組んでるって感じですか。はい、そうです。今回の、レインボーチャレンジですけども、関東は小暮選手がいますけども、はい、戦い方はどうされますでしょうか。短期で頑張りたいと思います。もうお互いに出し切るっていう話で。そうですね、はい、分かりました。では、明日に向けての意気込みをよろしくお願いします。はい、一着目指して頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。身長がとても大きいですけど、はい、競輪界では多分2番目か3番目っていう話を加賀山さんと、はい、あとどなたか2番目か3番目はい聞きました。もう何年も伸びてはいないですね、さすがに。そうですね、実はもう中学3年生からこの身長なのでもう、10年ぐらいですかね、伸びてないですね。じゃあなんとか、まあ、もう伸びるのは難しいですか。そうですね、まあ、ちょっとそうですね、厳しいかもしれないです。競輪で1番を目指すということで、はい、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。